吉田さん、手取り14万は私も通過点でした。で、吉田さんはいろんなね、いいパソコン持ってたりとかデバイス持ってたりしますけども、やっぱ最初は何もなくて iPhone1 個だったですよね。まさに手持ちのカードを使ってどん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 大きくなっていったわけですよ。で、私も今 YouTube のチャンネル登録者数は1万4000数百人っていう形ですけども、当然最初からこんなにいないんですよ。私も100人の時代があり、10人の時代があり、1人の時代があり、0人の時代がありました。手持ちのカードを使うってことで言えば、0人は0人でやらないとしょうがないですよね。0人であったり10人であったり20人であったり、チャンネル登録の人数が少なければ少ないほど、どん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 新しい動画更新を打ち込んでいかないと、チャンネル登録の人数が増える見込みがないですよね。どのチャンネルだったら当たるのかわからないわけですから、しかも100発100中で当てる能力はないですから、闇雲にやるしかないです、最初はね。で、闇雲にやった結果、紆余曲折あり、批判、それがクレームあり、そういうのも乗り越えて、いまだにクレームはありますけども、でも今に至ってどん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 増えてるんですよね。そんなんじゃチャンネル登録増えないよって言われたこともありますけども、じゃあ結果どうでしたでしょうか。私にそういうふうなアドバイスをくださった方がチャンネル登録1000人、3000人、5000人いったのかなっていうことと、そういう批判を浴びせられていた私が、じゃあチャンネル登録者数を減らしたのかっていう、ただこれだけを見てやっていますね。もちろん減る時期もあるし増える時期もあり、そこは紆余曲折なんですが、やっぱり結果的に見て今日の時点で1万人以上の方がいらっしゃるってことは、全員が私のね、動画を見ないにしても数としては上ってきたかなっていうところなんですよ。で、それもこれも、いろんな通過点があったんですよね。収入にしてみても手取り14万の時代は当然ありましたし、手取りプラマイゼロの時代もあったし、手取りマイナス10万の時代もあって、手取りマイナス100万の時代もありました。マイナスの時代もあったわけですよ。全部が手持ちのカードを使い込んで使い切って、そして次のステージに向かうってことでしかなかったかなと思います。私も最初 iPhone 一発でしか取れなかったですし、 Chromebook ね、1万4000かなんかの中古で買って、それでもって1億円に向かっていったわけですからね。最初の100万もクロームブック、最初の1000万もクロームブック、そして1億円もクロームブックでした。で、それからなんですよ、設備に最大限投資するようになって、人は雇わない代わりに設備に投資すると。人を雇うと1ヶ月で2、300万かかってましたけども、何人も雇ってね、1人でも最低20万とか30万払わないといけないじゃないですか。でもパソコンって一発ぼっきり、1回5、60万払ったらそれ以上に経費かかんないですからね、電気代ぐらいしか。本当に相対的に見たらただみたいなもんなんですよ。そして文句を言わず24時間フルスペックで働いてくれて、数年に一度買い替えればいいわけでしょ。こんなに安い、まさにテクノロジーが人の生産性を圧倒的に超えてるわけですよね。すごいことだと思いますよ。で、信頼を裏切らないですから、頼んだことは絶対にやってくれるのがテクノロジーですから。人間はその時の気分によってやったりやんなかったり、怪我をしたり風邪をひいたりするわけですよ。で、いろいろとね、不仲も起きますしね。まあそう考えていくと、手取り14万でできないこと、買えないこと、いろいろありますけども、でも手取り14万でもできることはあるってことなんですよね。そのできることを使って15万を目指し、20万を目指し、30万を目指し、50万を目指す。それが一歩一歩刻むってことだと思いますよね。パソコンも最初からハイスペックでなくてもいいです。本当に私の方がね、中古の Chromebook ですよ。動画アップロードできる。メールが受信できる、そして検索できる、たったこれだけの機能、なんですよ。で、動画の編集やってみたりとか、動画のアップロードの本数が増えるに従って、スペックのいいパソコンが欲しくなりましたけども、でもどっちかっていうとね、世の中がスペックの高いパソコンを低価格で出せるようになったから後追いで買ってったって感じですよね。私は今与えられてるパソコンの能力をフルに使って、それで進んできましたんで、もしかしたらね、私の能力の方がパソコンの機能よりも高くなった時期はあるかもしれませんけど、それでもそのパソコンしかなかったわけですから、それでやるしかないですよね。でも売り上げは刻めるし、新しい人との出会いはそこにあるし、全く問題ないと思いますんで、これがないからできないっていうよりも、これがあるからできることをやっていった方がいいかなと思いますよね。手取り14万なら、手取り14万でできることをやれば15万、20万、30万と上がっていけるはずです。もうね、はしごはかけられてますから、あとは自力で登っていくかどうかです。目の前にあるはしごを登れば確実に 2回にも3回にもいけると思いますんでね、信じてやってもらえばいいんじゃないかなと思います。じゃあ今回は以上です。